山君さて、えー、難民審査参与員の柳瀬氏の発言によりますと、柳瀬氏は2019年11月、収容・送還に関する専門部会、えー、第2回会合から、2021年4月の衆議院法務委員会までの1年半で対面審査を500件行ったことになります。 大臣はおととい朝の記者会見で、1年半で500件の対面審査は可能と発言されましたが、その後、不可能というつもりで可能と言い間違えたと訂正されました、これだけの件数の審査を行ったのに、難民として保護に値する人はほとんどいなかったという柳瀬氏の発言が、えー、今回の立法事実となっており、その信頼性を大臣、ご自身が否定されたわけですから、 えー、柳瀬氏の発言を一から精査する必要があると思,思いますが、大臣のご記えー、まずあの、私の言い間違いにつきましてはですね、あの、重ねて、あの、お詫びを申し上げたいというふうに思います。なんかあの、死に滅裂な答弁で、よくわかりませんでした、今の答弁。柳瀬氏の発言を一から精査する必要があると考えますかという質問に、端的に答えてください。柳瀬さんのこと、振り返っておきましょう。 難民を助ける会というのは国際 NGO です。1979年、ベトナム戦争の後、インドシナが混乱し、難民が多く出た。日本は何もできないのか。ということで、インドネシア難民を助ける活動が始まりました。難民救援活動の草分け。助ける会の初代会長は、 ト馬マさんという女性でした。県政の神様である、尾崎幸雄の三女です。柳瀬さんの父が事務長をやってましたが、すぐに亡くなり、ふさこさんが事務長を継いだのです。外務省から表彰を受けたこともあります。自民党の浅尾さんの会で、講演なんかも、やりました。ウクライナ難民問題では、 コンサートという支援も行いました。テレビに柳瀬さんが出ていました。外務省は自分の納得する難民活動をしたい。草の根の市民運動が嫌なんでしょうね。外務省と縁の深いところに囲い込みたいんじゃないのかな。